はい、皆さん、こんにちは。ノアの箱舟の時間です。ランランと、カンカンが、お送りしてます。この番組は一般社団法人ビクトリーチャーチの提供でお送りしています。えー、子育てシリーズの延長で、ちょっとアリューで今は10回をやってますね。どう子供を育てていくかということのヒントですね。心を育てるために、えー、ユダヤ人たちが用いていた旧約聖書、その中心である10回について学んでいますね。 え今日は第7回目、会員してはならないっていう、全く現代にま、当てはまらないような教えですけどね。<laughs> 今や不倫が文化と言われる時代になりましたけども、その中で会員してはならないという旧約聖書の教えですね、ちょっと心止めてもいいかもしれませんね。えー、今の主流でない、むしろそれに反するところに何か光があるかなという気もします。 昔ですねある人が言いましたです、ねえー、古きを訪ねて新しきを知るです、ねえー、古い教えの中に実は新しい考え方が眠ってるそういうことですね、えー、簡易してはならないというのはもう今からも5,000年以上前の話のような気がしますけどね、えー、でもそれぐらいもう数千年も経つ、えー、この戒め人間の中で えー、会員してはならないということがどういう意味を持ったのか、そして、えー、今ある法律の土台になってきたこの10回、えー、その目指すところは一体何であったのかということをですね、共に学ぶことができれば幸いだと思います。ですね。えー、ランナーさんは、あ、ランナーじ、ね、カンカンさんはランナー私でした。<laughs> カンカンさんは10回について何か思い出がありますか会員するのですかはい。 そうですね痛い話ですね、私はクリスチャンになる前は、さんざん遊んでましたのでね。それ不あって言うんですかああそうですね、結婚前は不貧困ですね。うん、会員というのは、結婚したあ夫婦の片割れがですねえ、自分のパートナー以外と性関係を持つことを会員と言いますね、え独身時代の性的関係は、不貧困というふうに呼ばれるもので、えーま、どっちか区別つかない方もあるかもしれませんけどね。 そうですね、子育てをしてきた中でやっぱり難しいなって感じたのはそうですよね女の子がいて世の中はもうね不貧困というかそれが普通なのでその中でいかに自分を清く保っていくかということを子どもたちに教えていくのは本当に難しいなと思いましたね。そうですねまあ、男性にとってはイケメンはモテるからいいけどそうじゃない人は辛いという世界がありますけどね。<laughs> まあ女性も同じかもしれませんけども、えー、いわゆるその見栄えがいい人たちがモテてというような時代の中にあって、もうちょっとです、ねえー、本質的なものを見るようにしたらいいんじゃないかなと、まあ、美人は3日で飽きるとか、イケメンも3日で飽きるとか、いろいろ言われますけどね、えー、だけどその3日で飽きる関係ではなくて、えー、3日、4日、1日、1日を共に過ごすことによって、相手の深みに気づかされる。 相手の良さに気づかされる。そういう人間関係でありたいなと思いますね、えー。人と人との関わりの中で子供たちが育っていきます。とっても素敵なあ成長をですね、えー、親は期待するわけですが、なかなか思うようにいかないというようなところもありますね。えー、私たちの娘が一人今、今ですね、えー、沖縄の会社から本土の会社へですね、 え、来月、あま10月、4月ですけど、転職しようとしてますね。いろいろとインターネット面接をやろうとしてるんですけども、え、子供の成長というのはですね、え、親の思い通りにはいかない。ですね。それぞれ自分で決断した道をですね、歩んでいくんですけども、その自立していく中で、どういう土台を子供たちに築けたかなというふうにですね、思いながら温かい目で、 娘の選択を今む見つめているという状況ですね。そうですね、うん。まあちょっとね、いろいろありますけど、娘の転職について、就職について、感感なんなんかありますか？うん、就職についてですか？うん、転職。あ、転職。職まあ転職ってもね、うん、同じ仕事をもっと深めたいという形で、えー、本土の方に行きますのでね、まあ仕事そのものは。 どうなんでしょうね仕事よりもやっぱり生活の子どもたちの生活の方が気になりますね仕事っていうのは変わっていってもねそんなにえー、いいかなと思うんですけどね、うん、<laughs> まあ幸せな家庭を築いてほしいという願いのまま送り出そうとしてますね,そ,すねそれではあの林さんにこの番組の案内をしていただきましょう、うん、よろしくお願いします この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m 7 9 7 f m g i n o 1 c o m です。また、FMguino-1 では Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FMguino-1 の,のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。それではここで一曲お届けいたします。 プレイズステーションで勝利の歌。 はい。続けて、えぇ、ー、のの箱舟をお送りいたします。それではですね、先ほどの続きなんですけども、まあ、会員してはならないという聖書の教えがありますが、なぜなんだろうか、ね。なぜ、えー、聖書は、あの、非常に厳しい、いわゆる殺してはならないということの次にですね、あの、偽証してはならないとか、嘘ついてはならないとかいうことよりもですね、 えー、この会員というテーマをこう取り扱ってるんですね。これはびっくりですね。えー、いわゆる会員というのが、実は非常にですね、大きな苦痛をもたらすからだというふうに考えられています。えー、まず会員という行為がですね、苦しみをもたらすからだ。だから会員してはいけないです、ねえー。快楽を求めますが、結局は多くの苦痛を もたらすわけです妨げられ失望した愛は冥福しがたい苦しみをもたらすとある人は指摘していますこの場合の苦しみは相手を奪われた者にとっての苦しみですねつまり、えー、自分の夫が浮気したです、ねえー、その妻はどれほどの苦しみかです、ねえー、また妻が浮気したその夫は どれほどの苦しみかということですね。えー、聖書の中の神言六章の34三35節というところにこう書いてあります。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼はどんな償いものも受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。という書いてあるんですね。えー、つまり、 その夫の激しい怒りによって、さらには自分自身をも苦しむことになるわけです。現代で言えば、夫婦関係にひびが入り、家庭が崩壊してしまう恐れがあります。子供にも悪い影響を与えるということになるでしょうか。けれども、世の中の人たちはこういうふうに言うかもしれません。だからバレないようにやればいいのではないか。 そんなことを知られたら問題になるが、それはバレないようにやるならば、誰にも迷惑をかからないんじゃないか、というふうにね、えー、言ってしまうんです。でもバレた時が大変ですね。えー、殺人事件が起きて、えー、自分を殺した、自分の子供を殺した、自分の身内を殺した、そういう人に対してものすごい憎しみを家族の人は持ちます。それはどんなにですね、あの、弁償しようとか、医者料とか払おうと、 言われてもですね、受け付けられないです、ね。こんなお金には、こんなものには、その家族の命は変えられないんだという非常にこう、う癒されない気持ち、激しい憤り、えー、そういうものがあります。まあ、そういう意味で、えー、浮気を、まあ、された人はですね、非常に激しい憎しみ、恨み、 物によっては、お金によっては決して満たされることのない心の傷を作るわけですね。えー、これは非常に大きな問題です。だから物によって解決されなくて心の中に深い傷を負うので、癒されない傷を負うので、聖書は人間関係の中でこの破壊的な行為、会員する、ですね。結婚した夫婦が、あーパートナー以外の 異性と関係を持つということについて深く禁じているわけです,です、ね。絶対そんなことをしてはいけないよとこう禁じているわけですね。えー、まあ関してはならないその理由それはあ神を愛するがゆえに神様を命じられたことは守らなければならないという理由が実はユダヤ人にもクリスチャンにもあります。ですねえー、どうして あの、関してはいけないかっていうとですね、えー、神様の愛を経験した、そういう人が、同じように神様に愛されている人を苦しめるということは耐えられないだろう。だから、あの、お互いに苦しむから、関してはいけませんよ、というふうにですね、教えているというふうに、まあ、言われています。でも、神様に、 愛されているということを知った者にとっては、まあ、あの、会員するということに対して非常に抵抗があって、えー、浮気するということはなかなかね、やりにくいと思うんですけども、おそれでもですね、クリスチャンになった人でも浮気したりします。ですね。えー、牧師になった人でもお、自分の奥さんと以外と性的関係を持ったり、また奥さんもですね、自分の夫以外の人と性的関係を持ったりとか、 現実は結構、あの、波乱に満ちてます。ね。えー、この、いわゆる、誰も見ていなければ、誰にも迷惑をかからなければ、バレなければいいんじゃないかという、この倫理観がですね、非常に大きな問題があるような気がして、なりません。えー、すべてのことにおいて、人間には自由が与えられていると、そういうふうに聖書は語ってます。どんなことをしても人間はいいんだ。 お互い人間が人間を殺すということも神様は飛べないし、それは人間に許されている。でも許されているからといって責任が問われないわけではありません。自分のしたことについては全て報いを受けるというのが聖書の教えです。神様は私たちに自由を与えましたけど、その自由というものをどういうふうに用いるかというのはとてもですね、えー 大切です神様が私たちのですね心の中にいつも語りかけているのは私たちに与えられているこの自由というものを使って何を選ぶかチョイス選択の問題正しいこと良いこと人が嫌いなことをあんまりやらない自分にとってプラスなことを一生懸命選び続けるということの中で ええー、プラスにならないけど好きなことをやりたいというですね、欲望があるんで、なかなか思うようにいかないんですけどね。ええー、だけどその中で、性的な問題というのは非常に大きいようなあ気がします。うん。ええー、ばれなければ不倫しても構わない。自分さえ良ければ他の人はどうなっても良いという自己中心的な考え方。そういうのがあります。 えー、この自己中心的な考え方は決してその人を成長させるということはできません人間が成長するために必要な2つの原則、えー、1つは選択権がある選ぶということですね、えー、自分にとって何が必要かということを自分の責任において選んでいくもう1つは従順ということですつまり従うということですね 誰かにある権威を認めて、その権威に従っていくという、この従順さが、その人を成長させるというふうに言われています。だから私たちは、聖書の教えということに権威を置いて、それに従っていこうとするならば、どれほど豊かな成長がもたらされるでしょうか。ノーベル賞の3分の2が、ユダヤ人で占めているというのは、この聖書の教え、 そこに権威を置いて、それに従っていくという訓練をしているからではないでしょうか。どうぞリスナーの皆さんも、まあ自分の思うところはいろいろあるでしょうけども、どこかに何かに権威を置いて、その権威に基づいて自分を従わせる。一日一善とかね、良い言葉がいろいろありますけれども、 日々の見言葉とかですね、またあのカレンダーにいいこといっぱい書いてあったりしますけども、そういうものをついて、あの自分はそこに権威を置いてそこに従っていくことによって、自分自身をコントロールする訓練をするというのはですね、この会員というものによって、えー、もし自分が誘惑された時に、チャンスが訪れた時に、生前食わぬは男の恥なんて思わないで、恥でもいいんです。誘惑されても、これが会員の罪になるんだったら、 ととめるということですね、えー、もちろん、えー、素敵な独身男女の出会いの中で、えー、そういう行為に至るということはあるかもしれません結婚前であったり、えー、結婚後であったりするかもしれませんでもできればあの性的な関係は結婚後は良いと思うんですね。どうしてかというと純潔ということですね、えー、そこに価値を認めてあげるということです。 純潔ということに価値を認めてあげて、純粋、ピュアであるということは尊いんだということをですね、えー、教えてあげることによって、えー、自分のですね、選択する範囲というものを何を選ぶかということ、これをある程度純粋に保つことができるのではないでしょうか。まあ私なんかが言えたぎりではないかもしれませんけどね、えー、まあ、 この世の人たちの一つの反論はですね、えー、では神を信じてない者にとっては意味のない今しめになるね。つまり、神様を信じている人は神様を信じている人を傷つけるっていうことができないから、この、会員するなっていうことはですね、えー、神様を信じてない人にとっては関係ないねっていうことに言ってるわけですね。まあ、確かにその通りかもしれませんけども、ロシアの文豪のドフトエススキーという人が、 語った有名な言葉があります。もし、神が存在しないのなら、すべてのことは許されている。と、彼が語っている通りですね。神が存在しないなら、すべてのことは許されている。まあ、存在してもすべてのことが許されてるんですけどね。ただ、神がいないならば、あの、私たちの人生の終わりに、えー、そのしたことを裁く存在がいないということになるわけです。誰も罪に問われない。 とそうそうそう,、うん、もうだからね善も悪もなくて何がいいか悪いかっていうことじゃなくてやりたいようにやれば生きたいように生きればそれでいいさということになるわけですねそうすると現在あのテロリストがいてこの前もベル,ベルギーでですねほんとにくあのたくさんの人が怪我したり、えー、何の関係もない人があの殺されたりという事件が起きました。 だから、テロリストは容認できるのかということになるわけですね、えー。そんなに簡単ではないけども、やっぱり、えー、何でも許されるというふうにするならば、私たちはめちゃくちゃな世の中に突入するのではないでしょうか。そこにある程度の倫理性をどうやって隔離していくかというのは、人類に求められている試練だと思いますね。えー また、ああ、関根、えー、製造というですね、聖書学者たちはこう言ってます。どのような倫理行為も信仰を前提にしないものはない。また倫理的行動だけでなく、すべての行動は信仰が出発点だというのです。立派な行為も、そうでないような行為も信仰があるというのです。うん、例えば、先ほどのですね、えー、みんなに迷惑がかからなければ何したっていいじゃないか。 というような功利主義の考え方の場合でも他人に迷惑をかけなければ自由だという考えは何に基づいているかというとそれはその功利主義の言葉に対するその人の信念や信仰ではないでしょうかとですね関根さんはおっしゃるわけですそうすると結局何を信じているかによって行動が決まってくるのであれば私たちクリスチャンは世の中の人々に えー、その信じているものが本当に正しいのか、真理なのか、と問うことはできるでしょう、と関根さんは言っています。かん、えー、会員してはならないという今しめを、この世の人たちにクリスチャンと同じ程度で要求することはもちろんできないでしょう。けれども、どのような信念を持っているのか、その信念は本当に正しいのか、会員してはならないと言われたのを、あなたは、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。 誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で会員を犯したのです。マタイによる福音書、5章27七節とイエス様は、イエスキリストはですね、ここで、あの、会員してはならないということの本質を語ったんですね。つまり、実際に行動を起こす前で、心の中で情欲を抱いて女を見る者は、この女とやりたいもうそれでダメだって言うんですね。 もうほとんどの男はみんなダメってことになると思うんですけどね、えー、いやーこの戒め厳しいんじゃないか私なんか思うんですけどね、えー、でもイエス様はその心にですね罪を犯す原因があるだから私たちは心をコントロールすることが大事なんだよということを教えているわけです心の中にこの会員の芽が出てきて枝を張り実を結ぶということがないようにというきついですね 教えだというふうに思いますね。うん。あの、ヨハネの福音書という聖書の中に、えー、ですね、えー、こういうお話が出てきます。立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた。一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか 彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者から始めて一人一人出て行き、 イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ。あの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですか彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めなさい。定めない。生きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。 イエス・キリストがこの女を罪に定めなかったのは、この後十字架にかかって、この女の人の罪の身代わりとなって裁きを受けたからです。カインの罪は死をもって償わなければなりませんでした。イエス・キリストは十字架の上で、この女性の罪をもですね、背負いました。そして身代わりになって十字架の上で裁かれたのです。イエス・キリストは一方で、 情欲を抱いて見るならばすでに勘誘を犯したと言われました。また一方で罪を犯した女性を許されました。心の中での罪についてはおそらく誰一人として神様の前に弁解できる者はいないでしょう。しかしイエス・キリストはその私たちを許してくださいました。私たちは神の無条件の愛によって許されたんです。えー、神様の敵であった私たちのためにイエス・キリストが十字架に光ってくださいました。 この愛を知った者として私たちはこの戒しめを守っていくことが求められているのではないでしょうか。簡易してはならないと言われた神が、簡易して罪の中にまみれた人間を許す、その許すという苦しみの中に、簡易によって被害を受けたその人の心の問題を その人に代わって人を裁かれる神。その人を裁く神が許しを人に与えるという、この大きな恵み。罪を犯した者は、その罪の結果を背負い切るということは、なかなか難しいです。でも、この第七回、関与してはならないということが教えていること、すべての乱れなことは、神によって呪われている ということでしょうかそれゆえ私たちは心からそれを忌み嫌いまた聖なる結婚生活においてであれ独身生活においてであれ定説に慎深く生活していかなければならないと思いますね私たちが独身生活をしていても結婚をしていても定説に慎深く生活するそのことが神を愛するものとして求められています独身であれば結婚するまで 性的な接触を持たないということですね。現代ではこのようなことは当たり前のこととされているので、とりわけ注意が必要でしょう。もしそのようなことをして結婚に至らなければ、相手相手の将来の結婚相手を傷つけることになります。自分自身も傷つけることになります。結婚しているものであれば、結婚相手との結婚生活を完結されることが求められています。 結婚相手だけと向き合い続けることが求められています。愛するということを貫き通さなければなりません。えー、まあ、私とまあねカンカンさんは夫婦なんですけども、かなりまあ、カンカンさんずっと愛し続ける。実はこれ試練なんですね。<laughs> えー、いろいろ喧嘩したりとかね悔しいとかねなんでこんなこと言うのとかねもっとこうすればいいのにとかね。 え、不満というのがですね、チラチラチラと、あの、出てきますけれども、それをですね、え、全部ひっくるめて、これこそ私の骨からの骨、ね、生涯この方を愛するというところに戻り続ける努力をしていく。これが、愛する者を育てる神様の訓練だと思いませんかカンカンさん。そうですね。うん、ありがとう。<laughs> 同意をしたところで、してくれたことで、えー、音楽に行ってみたいと思います。よろしく。 それではここで一曲お届けいたします、えー。ハレディアミュージックで将来と希望。 ドアの箱舟の時間です。ランランとカンカンがお送りしています。何かご相談とかございましたら0988361310の方までご連絡ください。えー、電話で、えー、相談、悩み受け付けます。また実際にお会いしていろんなこともお,お伺いすることができますのでよろしくお願いします。えー、それではカンカンさんの方に。 えですね、子育て体験談この前嫁しゅうとめの問題でしたねえ今日はもう子育てじゃなくて私の信仰に至ったことですね今度は子育てではなくて自分育ての経験談 <laughs>、ね、ということで話をしていただきましょうじゃあお願いします <laughs>、はい、えっ、ー、と私がイエス様に出会ったのは19歳の終わりぐらいでした,ですでしたんですけど、あのー、私たちの,私の姉が2人クリスチャンだったんですね まあでも私はすごい、あの、神なんかいないと思って生きていましたから、ものすごい反抗心がありましてね。えー、父は浄土真宗で、母はいろんな信仰宗教をしていました。ね私の母は、 あの、後で分かったんですけれども、相うつ病だったっていうことで、非常に不安定な人で、私にとっては恐ろしい存在でしたね。元気な時は家にいなくて、家にいる時はもう泣いて、私に助けてと言って追いかぶさってくる存在だったので、とても恐ろしい存在でしたね。で、母、父はそういう母をチガイをばわりしてましたので、あの、私は小さい時からやっぱり母のことを、あの、尊敬はしていませんでしたね。 で私の一番上の姉が12歳、一回り違うので、姉が私の母親代わりをして、家の仕事、洗濯、いろんなことをしてくれていました。だから、母の存在はすごく薄くて、姉が私の母親のような感じでしたね。で私はどうしてこのイエス様、 を信じたかっていうことなんですけど、19歳の頃はちょっと精神的に不安定になっていまして、夜眠れない状態だったんですね。夜、うとうと,っとすると、いろんな人たちから私の名前をずっと呼ばれ続けるわけですね。うるさいと思うんですけど、私を呼んでる人たちがみんな死人だと思うわけです。<laughs> 死んでる人たちが私を呼んでると。男の人の声だったり、女の人の声だったり、とてもそれが恐ろしかったんですね。 で、ある日、その、眠ったんですけれども、ふっと気がつくと、天井から自分を見下ろしてるっていうことがありまして、寝ている自分を見下ろしてるっていうことを体験しまして、それがものすごく恐ろしくてね、自分に戻れないと思ったんですね、その時にね。それで、えー、眠るのがもっともっと恐くあ、恐ろしくなりましてね、あの、うとうとって眠りにつきそうになると、 一生懸命自分のほっぺたを叩いたりして起きるというね <laughs>、そういうことをしていて、すごく不安定になっていきました。で、昼間は、あの、じっとしてられないっていうか、後ろから誰かがね、追っかけてくるような気持ちがいつもありましてね。当時はその、心療内科とかってありませんでしたし、自分が精神的におかしくなっているっていうふうにもう思わなかったんですよね、全然。でも、すごく不安で、 えーまあ、その時に私の仕事柄お酒を飲むってことはすごい簡単だったので、えー、昼間休憩時間にね喫茶店に行ってお酒を飲むとで夜仕事が終わってからお酒を飲む夜はもう,もう散々ぐでんぐでになるまで飲まないと眠れないという状態になっていたのが19歳の終わり頃ですねでその頃はもう職場の人たちもそしてうちの家族も気がついていてもう家に その時は住んでいなかったんですけど、会社の寮にいたんですけれどもね、なぜか分かったみたいで、すごく心配してたみたいですね。で、その頃姉たちが一生懸命私のために祈ってくれていたみたいですけれども、もう私はその頃くたくたになっていましてね、えー、こんなことを続けてても結局自分の人生は終わりだなと思ったんですね。 えー、一度死のうとしたんですけれども、死にそくなって、<laughs> 余計、えー、自暴自棄になりまして、本当に状態が悪くなっていて、で結局仕事も続けていくのが嫌になって、辞めようと思いました。で、まあ、いろいろあったんですけども、やめて、 家に帰ったんですけれども、家に帰っても何にも変化がないし、帰って自分の好きなことができない。お酒は飲めないし、タバコは吸えないし、ずっと見張られてるわけですねで。それはどうしてかっていうと、私の日記を父が読んでですね、死にたいと書いていたのを父が読んで、非常に心配して、私を漁師が見張ってるという状態だったんですね。で、まあそんな状態だったのでも、もう私はまたこの家をそっと出て行って、 えー、出て行こうって決断してたんですね。で、決断してた日に母が、あの、私を新興宗教の,あの集会所に連れて行ったんですね。で、そこに連れて行った時に、ものすごい、あの、腹が立ちましてね。<laughs> みんな暗い顔をして、お題目を唱えてるのを見たらね、もうすっごい腹が立って。怒り いっぱいになってもう帰ろうって言ってね、飛び出したら、兄が、またまた送っていくよって言って、車に乗せてくれて、で、その車の中でも、今日出ていこうと、ちょうど母もいないし、もう出ていこうって決めたんですね。だから兄が、今日は日曜日だから、姉たちが教会にいるよ行ってみるかっていうふうに言ったんですね。でもう,うるさいなと思ったんですけれども、まあ最後もうこれで会うこともないから、一回顔見ていくかと思って、いいよって言って行ったんですね。 で教会にいたらまあ普通の家でした十字架も何にもついてなくて。 普通の家の玄関、小さな玄関でしたけど、ガラガラっと入っていって、兄が先に入っていって、こんにちはって言って入っていったんですねで。そこは、あの、女性選挙士が二人で伝道している伝道ーだったんですけれども、あの、選挙士が出てきまして、よく来ましたって私の名前を呼んだんですねで。外人の女の人が片言で私の名前を呼んだので、超びっくりしたんですけれども、その途端にバーって涙が出てきてね、自分でもびっくりして、なんだ 泣き始めるのっていう気持ちがあったんですけども泣き始めてですねで姉たちもその時に出てきて「どうしたの?」っていうふうに言って選挙者たちは「じゃあお姉さんたちとして話をしなさい」っていうふうに言ってね2階に上げられてで姉たちは一生懸命私に福音を「あの休まわねって話してたらしいんですけど私は全然覚えてなくてひたすら泣いていてね「なんで泣いていいんだろう?」と思いながら泣いていて悲しみと怒りがごちゃ混ぜでしたね。 で、まあそういうことをきっかけで、なんか私はその時に、私が小さい時からずっと求めていたものがここにあるっていうふうに直感したんですね。で、それから教会に毎日通うようになって、聖書を読むようになりました。で、みんな、とにかくよく聖書を読むグループだったので、自分も聖書を読まないといけないなと思って聖書を読み始めました。 読んでるうちに、マルコの福音書っていう聖書の、新約聖書の中で、こういう言葉があったんですね。あなたが求める先から、あなたに必要なものは、あなたの父なる神が引き取られるという見言,言葉があったんですね。で、その言葉を読んだ時に私は、ああ、こんな神様が本当にいるとしたら楽だなと思ったんですね。 それまで私は自分の人生は自分が作らないといけないと思っていたし、えー、他の人はね、いくら私が説明しても自分の気持ちを分かってくれないし、えー、相手が私に一生懸命説明しても私も相手の気持ちを本当の意味で分かることはできない。結局人間って一りぼっちなんだと思ってずっと生きていたので、自分のことを知っておられる方がいるということを聖書を見て、 え、読んだ時に、ああ、本当にこういう神様がいるんだったら、信じたいなっていうふうに思ったんですね。で、その神様を信じようと決心した時に、すごくびっくりしたことがあったんですけど、何かというと、それまでものすごい私の中に孤独感があって、なんか地獄に引きずり込まれるような孤独感があったんですけれども、それがふっとなくなっていることにその時気がつきました。ですごい不思議だなと思ったんですね。何かをしたわけじゃなくて、えー、ただ、 神様を信じてみようと思っただけだったのにその孤独感がなくなってしまったということに気がついてすごいびっくりしました。でそれを機会に、えー、聖書をもっと読み始めて神様がよくわからなかったんですけれどもとにかく信じようと決断したのがその時二十、えー、歳にもうなる時でしたね。 でわからないので一生懸命教会に通いながら聖書を読みながらいました。たまあ一番最初に反対をしたのは母ですね。<laughs> 母が一生懸命反対をして、えー、まあ私をお寺に連れて行こうとしたのにね、いろんなことありましたけれども、その都度不思議なことがあって守られて、えー、信仰を持ち続けることができました。 で、半年ぐらい姉たちと同じ教会にいて、通って聖書を読んでいたんですけれども、その時は仕事をね、もうやめていてブラブラしていたので、えー、そういうわけにはいかないと思って仕事を探して、仕事をついたのを機会に、えー、故郷から離れて、えー、行きましたね。離れて、職場の近くに、えー、住みながらクリスチャン生活を始めました。で、 その、私がどうしてそんな状態になっていたかっていうことなんですけど、私の父はものすごい否定的な人だったんですね。で、私が小さい時からよく父から聞かされたことは、こんな平和な時代は続かないよっていうことだったんですよ。いつまでも続かないよ。また戦争が始まるよって、<laughs> いうふうに、私に小さい時から父が、 結局、あの、話してね、聞かせるので、小さい時から、私も非常に、あの、否定的な考え方をする人間になっていましたね。で、クリスチャンになってそのことが分かりました。自分がすごい否定的だっていうことが分かって、聖書ってものすごい積極的ですよね。神様がいらっしゃって、すべ、うん、てのことを、たとえ失敗とかね、えー、しても、 ん、神様を愛している者の,のためには、神様は全てのことを働かせて、益とするという約束とかね。もう本当に聖書はすごい積極的で、イエス様はもう前ばっかり見てる方ですよね。<laughs> 後ろは全然見ない。後ろのことは全部忘れてくださるという方なので、自分がものすごい否定的だということが分かりました。で、やっぱり小さい時からそういうふうに否定的にものすごく物事を考えていたので、私は比較的っていうかもうすごく幸せな あの状態で育ったと思うんですけれどもものすごく自分を否定的に捉えてあのなんかえっ、ー、と悲劇の主人公みたいにね、うん、自分を考えていましたね悪いところを一生懸命 <laughs> かき集めて、えー、いましたね今になって思うとだからそういうふうに精神的に不安定になったのかなというふうに思います。でまあ、あのー 私があの5人兄弟の一番下の女の子なんですけど、5人兄弟の中で男の子は1人しかいないので、父はすごく男の子を欲しがったので、<laughs> 私が生まれた時に女だったのですごく失望してですね、あの、生まれた私を見にも来なかったよってことを聞かされていたので、それが私の土台にあって、自分は何をしても、 父親から愛されないという気持ちがあったんですね。男にならない限り愛されないという。それから、そういうふうに、あの、勝手に失望した父に対して、やっぱり怒りがありましたね。男は身勝手だと。<laughs> 男は勝手だというふうにね。だから、あの、すごい男性不信もありましたね。えー だからそういう意味で私はすごく自分を追い込んでいったのかなっていうふうに思います。で、幸せな家庭を早くから欲しくて、中学を卒業した時から早く結婚したいと思ってた人間なので、ものすごく結婚に対して夢を抱いていたんですけどね、19歳の頃はもう、あの夢に、夢、 あの、結婚に失望してましたね <laughs>、まあ。自分の周りに人たちが、あの、浮気してるっていうことがね、分かって、結婚してすごい奥さんを愛してるみたいに言ってるのに違うんだ、みたいにね、思ったのと、それから自分の中に愛がないってことに気づいたってことがありまして、えー、自分が人を愛してないのに結婚してもしょうがないというふうに思って、自分の人生がね、お先真っ暗になったんですね。でそういうことがあって、 あの精神的にも不安定になってですね、えー、イエス様に出会ったんですけれども、その限にすごい姉二人が一生懸命祈ってくれていたっていうのを後から聞きまして、えー、本当に感謝だなっていうふうに思いました。あクリスチャンが生まれる限りにね、必ず誰かが祈ってるっていうことはすごい感じますね。で、イエス様を信じる。 信じますかっていうふうに話して、はいって言った時にすごい嬉しいんですけれども、その人を導いているのは、もう何年も前から誰かがいるっていうことなんですよね。だから、刈り取りっていうか、まあね、あの、救いに導くというのは本当に恵みだなっていうふうに思います。その加減にたくさんの人たちが、その人のために一生懸命祈っているっていうことを思いますね。私の姉は私のために乗り始めると、もう泣けて泣けてしょうがなかったらしいですね。 あの、あんなバカがね、絶対イエス様を信じるはずがないですけど、どうか <laughs> 救ってくださいっていうふうにね、祈り始めるともう涙が出て仕方がなかったよというふうに姉が言っていました。私がイエス様を信じた頃はあ、3日間泣き続けていたそうですね。ちょっと断片的に覚えてるんですけれども、どうしてあんなに泣いたのかなって後から思った時にですね、迷子が 親のところ、親がね、自分を見つけてくれて、親のところに帰ったときに、ワンワン泣きますよね。あれだなーっていうふうに思いました。小さいときからずっと完全な愛を持っておられる神様に出会って、親の元、私が求めていた完全な親の元に帰ることができて、それで安心して泣いたんだなーっていうふうに、後から理解できましたね。 えー、神様に神様のもとに帰るのは本当に素晴らしいことですね私まだその後もいろいろ精神的な問題を持っていましたけれども一つ一つ解放されて癒されていきました、えー、是非イエス様を信じて、えー、前向きな <laughs> 素晴らしい人生を手に入れていただきたいと思います、はい、じゃあ音楽行ってきましょう最後ですね ではここで一曲お届けいたします。みちるで三美の力。 は皆さん、えー。リスナーの皆さん、ありがとうございました。あぜひ、来週もまた見てください、えー。ご相談いただけると大好き、うん、大変嬉しいです。えー、098-836-1310、ここまで連絡をお願いいたします。えー、今日は、第7回、何時会員するなかれでしたね。来週は、偽証するなかれ。嘘ついたらダメよという、そういう話です。なぜ嘘をついたらいけないのか。 その神秘を少しお話ししていきたいと思いますそれではまた来週お会いしましょう